ソフィー・イーローはイングランド生まれのオーストラリアの女優。ヨークシャー、シェフィールドで生まれ、2000年に家族と一緒にオーストラリアに移った。ローティーンの頃、チャドウィック・モデルズと契約したがダンスを気に入ったため、モデル活動を辞める。シドニーにあるマクドナルド・カレッジ・オブ・パフォーミング・アーツに通い、演技を始めた。2008年にカレッジを卒業する前に、 いくつかのテレビ広告に登場。彼女の最初の重要な役柄は2009年に公開された映画ビューティフルケ・ケイトにおける主演ケイト役である。ビューティフル・ケイトのケイト役でオーストラリア映画協会賞主演女優賞にノミネートされた。他にクレジットされた作品には2010年に公開されたスリラー映画ブレイムのナタリー役がある。映画ブレイムはカンヌ映画祭。 メルボルン国際映画祭、トロント国際映画祭、第47回シカゴ国際映画祭、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭で上映され、賞賛を受けた。2013年、マクドナルドカレッジの同級生で、卒業生リース・ウェイクフィールドと共同脚本、共同監督、共に主演した短編映画、A-Man Walks into A Bar は、シドニーで行われた。 トロップフェスト短編映画祭でファイナリストである。彼女はテレビシリーズ Once Upon a Time のスピンオフである Once Upon a Time in Wonderland で主演アリスに配役され、秋に初放映される。ありがとうございます。